皆さんこんにちは。クレシダに出演する浅利陽介です。台本を読んだ感想は、僕がこれをやれるのかどうかっていう、正直すごく難しい内容だったので、本自体はすごく面白かったんですけど、なんか自分がやることをちょっと想像するのが、大変でした。はい。で、森慎太郎さんとは初めましてで、舞台は、四ツ谷怪談とか見させていただいたんですけど、とっても面白そうな演出をする方だなということで楽しみです。はい。そうですね、とりあえず舞台は楽しんでやります。で、たくさん他にも男性の俳優の方がいっぱいいるので、その人たちといろいろディスカッションしながら、面白いものを作って、で、なんか、なんでしょう、月並みな言葉ですけど、化学反応がなんか起きたらいいなと思います。はい。舞台クレシダ、この秋9月より上演いたします。皆さんぜひお越しください。